世界地図と題されたもので、世界のどこかで何か悲劇的な災害や事件などが起きた際、欧米の人たちが悲しむ度合いが国ごとに色分けされています。バカなんてひどい悲劇が起きてしまったんだ、きゃー悲しいね、緑まあ人生ってそんなもんだよ、青ちょっと待て、その国はどこにあるんだ、茶知らんがな、赤は北米、西欧、北欧、豪州、イスラエル、そして日本のみで、アジアや中米の場合は、ほとんどの国が突き放され、アフリカに至っては、ほぼすべての国が興味すら持たれていません。多くの外国人、特に欧米の方々はひどい地図だとした上で、真実が描かれていると感じていたようでした。海外の反応。結局こういうのもメディアの影響だと思うんだよね。インド。ぶっちゃけ、リアクションは、実際この地図通りだよね。アメリカ。緑色と青色で塗られてる国は全部、黄色の国も、実際は、ほとんどが茶、興味なしだよな。イギリス。全くもって真実だ。だから、今は、悲劇を目にした後のように悲しい気分だ。イタリア。アラスカだけアメリカ扱いされてないのがいいな。アメリカ。これは当然の結果だと思う。すべての人を気にかけてられないよ。普通人は自分に一番近い人たちのことを気にするものだ。まずは家族や友人、そして知人、次に同じグループに属する人たち。世界中の人たちを気にかけるのは不可能でしょ。国籍不明。合ってるけど、ニュージーランドは赤にするべきアメリカ。アメリカではそうじゃないな。どこそれ？って感じだし、ニューハンプシャーの間違いだろ？ってなもんよ。アメリカ。グリーンランドが消滅してしまってるが？オランダ。逆に言うと、何も起こらない平和な国ってことだろ。イギリス。でもこれはしょうがない感覚だと思うわ。どうしてアフリカや中東で起きた出来事を欧米人が気にかけなきゃいけないって言うんだ？問題は自分たちで解決してくれよ。国籍不明。だけど、東洋人に聞けば色が反転するんじゃないの？イギリス。欧米人の本音だし、欧米メディアの本音でもあるね。スウェーデン。うん、私の周りを見てる限り正確だと思います。アメリカ。黄色以下の国のことは、まずメディアが取り上げないし。国籍不明。実際のところ、俺たちの反応はまさに地図通りだ。アメリカ。でもさ、これが本当だとしても仕方がなくない？そりゃ、つながりが強い国の方が感情移入できるでしょ。オランダ。まあ俺たちも、白人がどう思ってようが気にしないけどね。イエメン。それだけ赤色の国には差別意識があるってことでしょ。アルゼンチン。でもさ、赤色の国がなかったら、世界はだいぶ平和だよね。アメリカ。赤色以外の国の人たちも同じだろう？自分たちの地域以外で何か起きても悲しみはしない。フランス。この地図を作ったのは白人恐怖症の人かな？こんなものは、どこに住んでるのかによって変わる。確かに、この地図は白人の考え方を表してるよ。でも、欧米以外で聞けば、欧米は赤じゃなくなるはずだ。イギリス。ああ、私の国は、どこにあるのか認識されてないんだ。場所すら知らないってひどすぎない？インドネシア。でも、日本で、最近実際に、大きな災害が起きたけど、ただ、単に裕福な国だからという理由だけで、そこまで欧米社会から同情されなかった気もするけど。香港。そもそも、メディアの扱いがこんな感じだからな。こういう現実はとても悲しいね。国籍不明。
チベットも赤色にするべきだろうが。ドイツ。何で、ちゃっかり、俺たちが黄色に分類されてるの。インド。イギリスの植民地だったから、親近感があるんだろう。カナダ。白人国家でも、思い入れが、なかなんとも思わないし、どこの地域でも、特に、接点がなきゃ何が起きても悲しくない。人間ってそんなものじゃないかと思うけど。ドイツ。非白人国家でも日本だけは特別扱いなのか。欧米からの観光客の数の多さを考えると、タイは青じゃなくて、せめて黄色でいいと思うけどな。国籍不明。見づらいけど、イスラエルも赤色だよ。だよね。アメリカ。要は、価値観を共有してるかどうかってことなのでは。価値観の違う人たちに感情移入はできないさ。アメリカ。誰もこれが間違ってると言えないところが悲しいな。スイス。本当に悲しいことではある。だけど、この地図は真実を告げている。アメリカ。いつか、世界中の国が赤色に染まるといいね。デンマーク。